はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今日はですね、ガンダムデュエルカンパニーの、カードセットが自宅に届いたので、ちょっとこいつを開封していきたいと思います。ガンダムデュエルカンパニーについてはですね、詳しくはネットで検索していただければわかりますけれども、カードが自宅に届いて、それをスマホだとか PC だとかでどうするんだろうな、コードを入力するのかな、ちょっとまだカード開けてないんでよくわかんないんですけれども、それでネット対戦をしていくっていうような、形になります。じゃあ早速ちょっと、届いたカードのセットを見ていきましょう。で、今回購入したのがこの4種類のカードになります。左上が、連邦のカードで、右上がジオンで、左下が、ガンダム00じゃなくてシード00は右下ですね。左上が連邦、右上がジオン、左下がシード、右下が、00というセット内容になってます。で、さらにですね、この4セットを購入した特典として、左側の下ですね、キャスバル専用ガンダムと、ストライクルージュが、これは購入特典で、ついてきました。これも後でちょっと開けてみようと思います。それでは早速ですね、まず連邦のセットからちょっと中身を開けてみたいと思います。で、ちなみにですね、これもうセット内容が決まってて、ランダムでカードが入ってるわけじゃないんで、連邦グッズは、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、ジムキャノン、ジムライトアーマー、ジムスナイパーカスタム、で、パイロットとしてアムロとセーラが入っている、8枚入りですね。じゃあこの上のガンダムからちょっと見ていきましょう。はい、こちらがガンダムになります。今回の書き下ろしの絵みたいなんで、結構かっこよく仕上がってますね。で、ちょっと裏面の方も見ていきたいと思います。で、こちらがガンダムの裏面になります。右の方にですね、シリアルコードが書いてあるんですけれども、ちょっとシリアルコードはさすがに他の人に使われちゃうと自分使えなくなっちゃうんで、ここは伏せさせていただきます。で、裏面の内容が主にパラメーターですね。左の方にビームサーベル、サブウェポンっていうのと、ヒットポイント、アタックかな、これはちょっとこっからだとよく読めないけれども、あとアーマーとスピードで、コストが5っていう感じで載ってます。じゃあちょっと次ガンキャノンの方も見ていきましょう。こちらがガンキャノンの、表面ですね。ビームライフル撃ってるような感じで、やっぱ結構絵が今の絵になってるんでかなりかっこいいですね。で、これもちょっと裏面を見ていきましょう。こちらがガンキャノンの裏面。203号機って書いてあるけど、ちょっと203号機ってどのガンキャノンかよくわかんないっす。開始連が乗ってたガンキャノンなのか、別のガンキャノンなのかは、ちょっとすいません。自分の知識だとよくわかんないですけれども。ちょっと違うのがコスト。さっきガンダムが5に対して、ガンキャノンは4ですね。そりゃガンキャノンの方がコスト低いだろうっていうのはありますけれども。このコスト5とかコスト4だと何なのっていうのもちょっと自分はまださっぱりわかんないんですけれども、とりあえずこれがガンキャノンになります。こちらがガンタンク。あんまり裏面を見てもちょっとまだメーターとかよくわかんないんであれですけれども、カード結構いっぱいあるんでね、サクサク見ていきたいと思います。では次はですね、ジオンパックをちょっと見ていきたいと思います。ジオンパックのリストは、ザク 2S 型のシャーズナブル、ザク 2S 型のジョニー・ライデン、ジュアック、ザク 2F 型松永招待機、イフリート、グフフライトタイプ、パイロットがシャーズナブルとジョニー・ライデンですね。じゃあちょっとこちらも、見ていきましょう。
で、次はシードパックになります。シードパックの内容は、ストライクガンダム、アストレイ、レッドフレーム、ジンオーカー、M1 アストレイ、プロトラゴ、ガンバレルダガーで、パイロットがキラヤマトとアンドリュー・バルトフェットですね。まあモビルスーツこれどういうチョイスなのかよくわかりませんけれども、じゃあまた、カードの方を見ていきたいと思います。はい、じゃあ最後が、00のセットですね。モビルスーツが、ガンダムエクシア、ガンダムアストレア、AU イナクト、ファントン、ティエデンの、長距離射撃型、ユニオンリナルド、日本生産1号機。もうこれちょっとよくわかんないですね。聞いたことないです。で、パイロットが、セツナ FCA とパトリック・コーラサワー、まあ。パトリック・コーラサワーを入れてくるあたりが、もう本当よくわからんチョイスですね。じゃあカードの方をちょっと見ていきましょう。それでは、特典の2枚の方も見ていきたいと思います。こんな感じのパッケージになってましたね。世界最強の指揮官を目指す機電、モビルスーツを支給する。で、これを開けてみると、よいしょ、こんな感じですね。キャスバルズガンダム、まあキャスバル専用ガンダムっていう、まあ赤いガンダムですね。一体ガンダム何機作られてるんだっていう感じもしますけれども、じゃあもう一個ストライクルージュの方も見ていきましょう。はい、こちらがストライクルージュになります。まあ今これが今自分の手持ちの全てのカードです。で、あと一応そのキャンペーンとしてユニコーンガンダムとテールライダーをなんか登録してあるんで、まあ、この2枚もいずれ届くのかなっていう感じではあります。というわけで、7月の3日からオープンベータ版が、開始されるようなんですけれども、まあ、ちょっとこの遊び方っていうのがカードの中に入ってたんで、まあ、1番指揮官になる、まあ、これは単純に登録しろってことですね。で、戦力を強化する、まあ、カード登録で部隊を編成して、まあ、戦場へ出撃ということで、まあ、もし皆さんも出会ったら、戦場でよろしくお願いします。まあこういうの自分はあまり上手くないんで下手だと思いますけれども。というわけで、ガンダムデュエルカンパニー、今回はまあカード開封動画ということで、今回はこれで終了したいと思います。では戦場で会いましょう。